マザとイスラエルの兄弟コント。兄ちゃん、おるー。俺ガザ遊びに来たよ。う、ああ、ガザか。遅かったな。だいぶ待ったぞ。またあれか、検問だは、ふっふ。検問とか久々聞いたわ。懐かし。い。 あったなんやったんやろなあれむだなじかんやっためっちゃめんどかったしほんとそんなんせんでもええー、やつはええしそんなんしてもわるいやつはわるいわるなってもうたやつかてあかちゃんのときからわるいやつはおらんしなほんとみんなさいしょ かわいくて優しくて弱くて強くて手かかるもんや。そういや母ちゃんにようどやされたな。あんたら仲良せんね、し。だは、懐かしい。あったな。ところで兄ちゃん、それ何しよんごけっと。ん釣りよ、魚食いたしおもて。 かれこれ6時間、全然釣れん。気長やね。素言続けられるもんかね。一回りして、尊敬するわい。速報です。つい先ほど、世界各地に宇宙人が現れました。彼らは何やら主張しています。お,おまたか。今度は何ね。また翻訳せなやん。ああ、面倒。 兄ちゃん、あいつらほんと、俺らのこと好きよな。めっちゃ気にかけと思うもん。なあ、真面目な顔してむずいこと言いようけど、大好きなんよ、地球が。ひょっとしたら、宇宙人の方が地球人かもな。んだら、俺らは何や。実は、俺らの方が宇宙人やったりしてな。 忘れてもうただけで。おいおい、気持ち悪いこと思いつくん、やめえや。ほんとかもしれんやん、それ。ん来た、おい。来とうぞこれ、マジか。しかもでかい、おいがさ、手貸せえ。え、え、え、手貸すって、何したらええんや。僕知らんし、釣りとか、 ええから手伝ってや。こんなん、引きずり込まれてまう。と、と、と。ああ、もう、しゃあないな。ほな、引っ張るで。で、いや、と。あ、いけそうやぞ。もうちょい。ちょっと、そこのおっちゃん、頼むわ。え、知らんおっさんにも手伝わせるんか。 相変わらず、コミュ力高どうでもええ。とにかく、こりゃえげつないぞ。おっちゃん、まじ頼むて。とぼとぼとぼ。おっちゃんが歩く音。どした兄ちゃんが素人やろう。たく、たこつくで、おっちゃん。はいはい。そんな話はあとや。 今はそれどころやない。釣り上げるんや。うんしょう。どっこいしょう。ええー、やこーら。すっとこどっこい。うわ、来た。でっか。なんやこの魚。えいく。な、なんやこれ。見たことないぞ。貧海魚か。貧しか。こ、こいつ、う、宇宙人やん。 タイミング良すぎるやろう。ビビるって。ど、どうするんこれ。宇宙人助けたんか俺たち。お、おう。んなんか喋りよらん、こいつ。ええー、と、なになに三人は宇宙人の主張に驚き、また納得しました。さあ、一体。 宇宙人は何と言ったのでしょうかあなたの答えをこのライブのアンケートに書いてください。おちは君の心の中に。面白い内容を書いてくれた方には特製宇宙人の視聴ポストカードを後日お送りします。ME14 年6月1日。アースバザコメディーシアター。カザーイスラエル。